あるアサード航空基地内に存在するモスクあるアサード航空基地はイラク西部のアンバール県に位置する同国最大規模の米海兵隊の航空基地。アスファルト舗装された4000メートルの滑走路が2本、3000メートルの舗装なしの滑走路が1本。現在は第2海兵隊航空団が駐留。クレーターの内部という地形を利用した。 自然要塞であることと、イラクの都の地域、基地と比較して、物資の豊富さ及び主便性から、カップケーキと揶揄される。米軍が占拠する前のサッターム・フセイン政権では、イラク空軍の基地圏オリンピック代表特別強化施設であった。基地の一部をイラク軍が使用している。米軍の軍事施設、守保などの売店の他、床屋、映画館、郵便局、雑貨屋、 土産店など一通りのものは揃っている。米国郵便局以外にフェデックスが業務を展開。グリーンビーン、バーガーキング、ピザハット、ハーツなどのフランチャイズ店も見られる。基地内では民間人及び米国人以外の人間も多く見られる。基地内の通貨は米国のドル。現金以外に厚紙でできた記事貨幣が流通する。 基地内に見られる米軍の仮設住宅基地内の中流米軍兵士及び民間人のほとんどは仮設住宅、テント、あるいはスワハットと呼ばれる小屋で暮らしている。水道及び下水道は設備されておらず、仮設浴場、仮設トイレなどが除水タンク、排水タンクとともに基地のあちこちに設置されている。電力は比較的容易に入手可能だが、停電は頻繁に起こる。 電話、インターネットなどの通信も比較的容易に利用できるが、こちらも意味不明の通信不能状態に頻繁に陥る。基地が巨大であるため基地内の交通手段としてバスが走っている。米軍の軍用車両のほか普通の軽自動車、軽トラックなども多く見られる。基地内で一番多く見られる車種は三菱のパジェロである。ペットの保有は軍人。 民間人ともに固く禁じられているがなぜか基地の売店には犬と猫の餌が置いてある。アルアサード内の自然環境はイラクではかなり得意なものである。基地内にはエイブラハムのオアシスと呼ばれる小さな池があり、そのオアシスの周囲約50メートル四方には草木が茂る。また基地内には相当の数のヤシの木が見られるが、これはサタームフセインが 太平洋の島々を訪ねた際、そこで見たヤシの木を体操機に入り、大量に移植させたものが現在でも残っている。ワジーザルと呼ばれる猿が基地内をうろうろしているが、これもサッタームフセインが連れてきたものである。基地内には他の米軍基地と同様 MWR が設置されており、インターネットや公衆電話、映画、ゲーム、図書館などが利用可能。 有名人が遺問に訪れた際、残していった写真やサインがこのホワイトエレファントの壁のありとあらゆるところに貼られている。2006年度から基地の一般事業はアメリカ軍から軍属企業の KBR に委託された。アメリカ軍がイラン革命防衛隊司令官ソレーマーニーを殺害したことに対する報復攻撃として2020年1月8日、 あるアサード航空基地はイランから飛来する多数の弾道ミサイルの攻撃にさらされることとなった。攻撃は同日未明午前1時35分から午前4時過ぎまで約3時間続き、基地内の10カ所で火災が発生したものの、当日、基地内にいた米軍兵士1500人、イラク軍兵士数千人は事前に避難する等により無事。ありがとうございます。